青柳さん 120% 男ブス島です。今回プレイするゲームはこのゴーンイズゴーンというのをやってみたいと思います。はい、なんかスチームでなんか100円で売ってたんで思わず買ってしまいました。まあ何かとね、まだ話題のある方ですからね。これもうなんかレバンの国に逃げるっていう話らしいです、ストーリーは。アホですよね。まあまあ何かとね、まあミスター B みたいな面してますけど、まあとりあえず日本語も対応してるし、まあやってみたいかと思います。これバカだな、作ったところ。まあとりあえずいや、設定見てみっかね。これ設定、オーディオがちょうどここのね目線になるあたりもなんかセンス感じますよね。というわけで早速やっていきたいかと思います。はい、ポチリと始めてみましょう。どうなんだこれ。WASD、 あ、なるほど、はい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 。でこれで、でもこの人こう銃で逃げたっけ。これこんな銃バカすか撃ってねえよな。まあいいや、とりあえずなんでモザイク入ってんの。しかも左側のやつ邪魔だし、もうムカつく顔してんな。もう何なんだよこれ。はい、まあ行きましょう行きましょう、とにかく。はいはい、レバンノ国に向けてね出港です。あ、こんなことできるんだ。はいはい、何これ。ゴーンウォーク。しかも札束がこれ、もうゴーンウォークもうアホかって感じだな。でも本当に、はいはい、まあ操作性はですね意外と良くない。まあまあまあしょうがないのが、まあ、まあ、でも100円ね、これでね。なんかこれでゴーンにお金入ったら嫌だな。いやいや、まあ、とりあえず行きましょう。こっちの方進んでいけばいいのかな、どんどん。しかしこれを販売しようって思う方だよな。まあまあわりかし、あ、何これ、なんかボスいるのこれ。もしかしてボスっぽい雰囲気なんだけど、なんで手裏剣なんだよ。わかんねえなこのセンス。なんだか、ちょっと画面がいきなり、よいしょ、青、ちょっとマウスがね、よいしょ、はいはいはい、なんだよ、マウスで操作するっていうのもあれですね、難しいっすねこれ。よいしょ、慣れてないからね。よいしょ、はいはいはい、おお、ちょっとこれ操作の問題だな、これ。ちょっと、これ上の体力だ、なくなったら死ぬんだろこれ。おお、なんだよこの手裏剣、なんか範囲でけえし。おいおい、ちょっと待て、よし、おい、いや、なんなのこのセンス、なんか。ああ、はいはいはい、なんか BGM 和っぽいけどね。おお、なんかそれ左側邪魔なんだよゴン。ああ、なんかバリバリ言ってるし。あ、倒した、おお、倒せた。これでいいの。わかんねえこれ。何なんだよ、クリアこれで。ああ、次のステージ、ああ、はいはいはい、うん、何これ、空港もしかして。体力もうねえし、はいはいはい、とりあえず行ってみましょう、とにかくね。はいはい、ああ、また出てきた、はい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 。銃っていうかこれあれか、もしかしてあの保釈金っていうか賄賂を渡してるっていうイメージなのかこれ。なんか効果音がねドバショバ言ってるからね。あ、死んだ。保釈金を払う、死んだじゃないですね、捕まったですねこれ。じゃあ保釈金払ってみましょう。なんか結構適当な感じ。あ、しかも体力回復するわけでもないんだ、前の体力そのまま依存かよこれ。これクリアできんのかな。まあちょっと やり込むにもな、あんまりやり込みたいってまず思えねえんだよな。とりあえず、おしかもこれ体力マイナスになっちゃうと、これちゃんと止めろよゼロで。この辺作り方甘いな。もう寝ただけですね完全に。ちょっと逃げていってみますかこれ。はい、ゴンウォーク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 。はいはいはい、とりあえず戦わずに逃げましょう。おー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 おお、
ゴーン銃で撃たれてねえだろう。あれこっちがもうなんかフリー素材の塊みたいな感じですねこれね。はい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 、うっとうっとうっと、はいはいはい、あと300、あーもうない体力、あなんとかここまで来た。これまたボス、今度ボス何よ、ステルスキー今一瞬見えたんだけど、これ何ステルスがボスなの。B2 ステルスだよ。あ、これ B2 だよな。うん。え？何これ？ステルスこんな光らんぞ。しかももう体力ね、すぐ死んじまうよ。ああ、マイナスになった。これ、一発もらったら終わりだろ、これ。なんでステルスが2個くっついてんのこれ。ああ、ちょっと待って待って待って。よいしょ。なんだよ。わかんねえよ。おいおい、ちょっと、左側のゴーン邪魔なんだけど、すごく。なにこれ。パターン入ってるわけでもねえし、よいしょ、おお、危ない危ない。はい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 。はい、ゴーン、ゴーン、ゴーン、ちょっと、これ何無敵になってねえか、もしかして。これバグ当たっても体力減んねえよな、これ。これもう無敵じゃんこれ。バグじゃねえかよ完全にこれ。はいはいはい、マイナスになってる。バグってわけでもねえの。なんでさっき、これ作り方甘えな。そしたらこれもう無敵の人じゃんこれ。はいはい、とりあえずクリアしてみっか。なんだよこれ。だってもう全然ゲームとして手をなしてない状態ですね今ね。まあ、とりあえず倒せるなら倒してしまいましょう。おお、なんかまたバリバリ言ってるし、もうすぐ倒せるってことだ。倒した。でも体力はマイナス1400いくつっていう風になってますけど、何これ。はい、今度は右に行けと。じゃあゴンウォークで、あーこれ、あーうん、そういう、うま、わかんねえな。何これこれ。こうなったけど何これ、移動何にも操作できねえぞこれ。おっ、ふんふんって何、これ何なのよくわかんないんだけど。はい、ワンワンと、ああこれでいけばいいの。これボス、今度はさすがに完全無敵じゃんこれ。もうマニ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 って、はい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 、もうマニ移動するわけでもないもんな。ボスだよなこれな。あ、何何なんだよこれ、わかんねえよ。謎ですねこのゲームね。まあ、とりあえずまあこれを倒せってことなんだろうけど、なんかもう当たり判定もクソもなくって死なないんですよこれ。保釈金のあれも出てこない、バグですよね完全これ。もうよくわかんねえけどね。だって全然平気でもほらマニマニじゃねえよっていう感じですけどね。もうなあ、なに、まあとりあえずまあゴン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 倒しましょう。もうこれ、はい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 、マニ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 、うるさいよこれ。はいはい、とにかくまあ銃っていうかもうとにかく金ばらまきますよ。もうゴーンですからね。うん、レバンの国にもう早く行きたいですねこれ。こいつでもどうなっちゃうんだろうね。ほんと今何かと話題のねえミスターみたいなやつ、あれでしょ、映画化するんでしょこれな。しかもこんなバリ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 はやんないとは思うけどさ、絶対主演ミスターでしょこれ。それしか考えらんねえもん。うん、お飛行機。この辺なんか水の表現すごいな、なんか。これワンワンワン、これどう意味がわからん。うん、ワンワン、はい、今度は宇宙、どういうこっちゃ。ずいぶん壮大なスケールじゃの。うん、どういうことこれ、全然意味がわかんないんだけど。
あ、結局捕まるの。え、結局この方は捕まってしまうんですか。うん、うん、いいんだけど。はい、ということでちょっとやってみましたけど、わけわからねっすね。うん、感想から言ってクリアなの？っていうところはありますね。よくわからないゲームでした。100円か。まあ正直プレイした、面白かったかって言われたら、ふーんですね。わかんない、もうこれ。はい、ということでですね、なんかクリアしたんだかわかんないですけど、ゴーイズゴーン、とりあえずなんか一通りやってみましたという感じですね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。